正解シーバス恭平さんのメントスコーラといいますか、それと同じ要領です。あ、もうやだ、はい、今度はやだ、遊びじゃないです。今回ちゃんとじゃんけんです。じゃんけんか、先に言っときます。めっちゃ怖い。先にときます。楽しくはないです。いやー、おー、一気にじゃんけんやだ、やった。もういいって、そういうの、本当に。え、マジ、マジ、じゃんけん、マジ、マジ、マジ、あー、ちょっとよかったー。なんか、なんかわかんないけど、よかったまあ大変なんだろうなっていうのはもう知ってる人がこんな抱えてるって。だって自分が分かってるのと分かってない人だから。最初はグー、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい。俺が言うのこれ。いや、言ってよ。どうぞ。ひも。なんだ、そうそう、なんだ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 。一週間駄菓子生活。うわ、うわ、危ない。駄菓子、うわ、俺絶対こういうの自分に来ないと思ってた。で、え、いつまででしたっけ。今27日なんで、はい、29まで。何、2週間だっつってんだよ。いいな、羨ましいな、いいな。いろいろ、あ、いや、いいっす、いいよ、いや、いいっす、いいよ、いいよ、お返しします。バカうぜ、やっていきましょう。はい、頑張ってください。はい、ということで、はい、駄菓子だけ生活1日目でございます。やったやった。やつが買ってきたみたいなんで。ああ、駄菓子買ってきたね。お呼びしましょう、はい、正義さん。あ、来ましたね。はいはい、買ってきましたよ。めっちゃ、めっちゃあるな。買ってる時から、うん、もうダリ、あかんやん、もうダリ、まだ初日、いや、もうダリ。まあ、最初はね、それなんだよ。どうなっていくの。これでもう腹をいっぱいにして極力食わない。なるほど、いいね。腹溜まるから。うわ、うまそう。おお、おい、1日目夜。なるほどなるほど、もうこのテンション大丈夫、あと6日あるけど。駄菓子生活2日目なんですけど、もう彼がね、もう結構限界迎えちゃってるみたいなんで、様子をね、見ていきたいと思うんで、それではご覧ください。うぅ、コンビニ行こうぜ。行くか。行こうぜ。俺もちょうどチャーハン食いたかったし、チャーハン食いたかったし。何言っとんじゃん。え、駄菓子どうした、駄菓子は。そっか。何忘れてんのあんた。お腹減ったんなら食いなよ、駄菓子いっぱい。飽きてんだよ、昨日食ってお菓子は。コンビニ行こう。お前もで、味変でなんか買ったらいいじゃん。行くぞ。駄菓子っつってもやっぱバリエーションが欲しい。マジで勝て、超動かね。おお、あなたが。昨日の夜飯のせいで早くもお菓子と倦怠期が訪れまして。早いな。もう夜まで何も食ってません。あー、何も食ってないね。お菓子考えるだけでもうはっきりがするんですよ。シュークリーム食べようかな。絶対俺痩せるわ。確かに、間違いない。虫歯になりそうで仕方ないもん、歯。その感じあるよね、チョコね。だからは虫歯なんで。いや、関係ねえよ。なんでチョコ食ってんのね、虫歯なんで。いや、もう歯磨きあんましねえからね。はい、ということで3日目、はい、を迎えたんですけれども、はい、ちょっと見てください、こちら。こんなとこいるんですよ、今。まあ見てもらう通りね、うん、普通の方入れないんですよ。やばい、今日お仕事なんですよ、大事なね。飯食っていいですか。ダメです。はい、お昼の時間です。めっちゃ種類ね、豊富な弁当が来ますね、これね。いっぱいあるな。シューマイがもう一番うまいんだ。うん、いろんなバリエーションあるな。そうやね、結構唐揚げとかいろいろな種類の味付いてるの、こっちの、うん、何食おうとしてんの、おい。え、何してんの。君はこれない、ないです。君今1週間駄菓子なの。仕事で、仕事、駄菓子でだよ。駄菓子じゃねえ よく駄菓子なわけねえだろ、これ。梅干しって駄菓子にあるよ。がっつり弁当や。カリカリ梅とかある。カリカリ梅だからこれだけで食えるで、これあの人参さんであるね。お米のさ、揚げたやつ。甘いやつじゃない。これもそこまで認めた方がいい。俺らが異常みたいな感じにしてあげる。やっぴやっぴ、しっかり、しっかり唐揚げ弁当食ってちゃんと飯食って。それでいいんですか。企画でやらされてるんですよ。やらされてるとかで1週間、駄菓子だけ。あ、そうなんですか。来ましたよ、リボンさんね。イエーイ、来てください。イエーイ、うまいね。まあ飯でも食いましょうよ、もう。いや、飯食いたい、マジ。そうだよ、飯めっちゃ行きたい。あら、正義、
リボン来てるって。リボン来てよ。久々に。うわー、飯行こうぜ。え、なんで？なんで？え、なんで？なんで？飯行けばいいじゃねえか。おい、せいけ、飯行こうぜ。飯は行けるよ。ねえ、飯は。え、駄菓子だけど名前な。あ、駄菓子だけどな。どういうこと？今、1週間、駄菓子生活。頑張ってます。1日1食になってる。そう、なんかもう食わなくなってんじゃん。駄菓子拒否反応起こした。かわいそうだね。まあみんなこういう、かわいそう、優しい、こういうことはね、優しいわ、経験すべきよ。よし、飯行こう。飯行こう。飯行こうぜ。飯行こう。やったね。え、よし、飯行こう。飯行こう。飯行こうぜ。飯行こう。やったね。え、めっちゃバーンって光ってる。え、全員分かってる。カウボーイ見えた。完全に分かった。完全にやばかったよね。カウボーイ見えたよ、これ。後ろ向き。見えた、見えた、見えた。え、光か。やばかったもんね。俺、なんか間違えたと思った。え、うわ、うわ、リボンが、なんかコード踏んだのかなと思って、うんうんうん、思った、思った。お前が行った時に、コード踏んだからじゃねえのって思ったけど、ねえな、そんな。てか、テレビと関係ないのよ。関係ない。じゃあせっかくだから豚麺でも作っておいとく。そうか、飯行け。大学行け。なんか買って買うか。買うか。ベロンチーノとか。ああ、なんかあのバージチップス買ってくるわ。全然ベロンチーノ関係ない。はい、ということで5日目でございます。いいですね、元気やん。ちょっと別企画で、はい、コーディネートバトルをしてて、はい、それのついでに駄菓子屋さんもあったので大量に買ってきました。いや、すごいよこれ。なんとですよ、うん、駄菓子ですよ、はい、僕が買えばいいじゃないですか、うん、なんか全員わちゃわちゃカゴに詰め込んで、まあそうですね、子供みたいに溢れて約3000円分買わせる。高っ。えぇ、駄菓子1個30円じゃん。すごい駄菓子の量が。すごいの。あ、でも楽しいな、やっぱり。そう、駄菓子ってやっぱ夢だから。いいな。いいよ、みんなもう食べて。あ、じゃあ食べよう、食べよう。まあ食べようぜ、じゃあ。これ、うめぇな、これ。うまい。おぉ。これ元気出るよ。バリうめぇ。バリうまい。ほんとにんにくだもんね。うん、まあまあにんにく。あ、うめぇ。あ、でもやっぱ臭いわ。うん。大器とかバカ臭いもんだって。隣にいるけど。お前がの方が臭い。それは間違いねえだろ。認めろ。めちゃくちゃ攻め込まれてる。何してんの。靴いじってる。靴いじってんの。昨日から飯食ってなくない。やめた。やめた。ジュース飲んでるから。いや、もうジュースじゃダメよ。ちゃんと食いな。食べてるから。ああ、食べてるぞってとこみんなに見せないと心配しちゃうからね、みんなもね。ああいいね。ああ美味しそう。ああ駄菓子だ。これも。あれ、これも買ったの。これも買った。使ってる決まってる。駄菓子食えよ。あの、ね、今サブチャンでね、これから ST 服がめちゃ好きなんで、服とか靴から全部もう載せましょうってなってるんで、サブチャンぜひチェックしてくださいね。そうだね。あと皆さん、あの他のメンバーはいいんで、僕のインスタだけしっかり見て。おい、なんで自分だけ。僕のインスタをフォローしてください。もうたくさん服おしゃれなんで、おしゃれなんでね。飯来ました。飯だな。めっちゃ腹減ってるか、めっちゃうまいこれ絶対。もう超何も食ってないからさ、めっちゃ食おう。食ってないのよ。サラミとパンツェッタのピザ、ガーリックライス、ピスタチオのカルパン。ああ、うまそうだね。めっちゃ食うね。これでいいや。食えないけどね。無理なんだけど、できるね。めちゃめちゃなんか注文してるけど、食えないけど、ね、そう、まだね、駄菓子がまだあったでしょ。いや、まだ最終日。これ最終日、最終日。まあ、残念、まだ最終日です。残念。急にもう目がそんなの。やっぱね、同じ場所にいたいじゃん、やっぱり。やっぱワイワイしたいじゃない、みんなとね。来ましたね。来た。正義さん、目の前にジュースしかないっすね。そんな中、俺ら1人2個あるからね。ああ、2個あるからね。やばいね。なんかことしてくるんだ。マジで食えないの、これ。まあ、ダメだよ。まあ、無理。100円もらうか。それは食うよ。いただきます。いただきます。いただきます。どう、ほらハンバーグ、これどう、ほら。マジで今世紀最大の1週間結構考えたんですよ。怖い。マジで怖い。やり返されてこれ以上ないであろう企画を考えます。めちゃくちゃ怖い。こうなったらもう作るしかない。ふざけてないんだけど。
gentlemen, boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!